はい、ということで、3900チャンネル登録減らなかったですね。この前結構アップしたんですけど減らなかったな。もうこの前ね100本ぐらい一気にアップしたような気がするんですけど、今3935人か。まあ多分この動画アップロードしてチャンネル登録減ると思いますけど、これね100人ごと増加してるのに作ってるシリーズなんですね。だ今39本目かこれ。そう、39本目か。100人ごとですから。3900人ですね。じゃあちょっと今日はもう寝ます。はい、最近僕は早く寝てるんですけど、もうちょっとお仕事終わったんで。勤務研究所もちょっと近いうちに、ちょっとね、だいぶなんか、あのね、吹き出物がやばくて、お酒抜いてたんですよ。でもね、だいぶいいかな。今日は久しぶりに飲みます。いや、3900人ですね。なんでチャンネル登録増えるのかな。僕はあの登録しなくていいですよって言ってるんですけどね。まあメルマガには登録してください。メルマガにはセールするんで。まあチャンネル登録増えてもね、金になんないからね。そう、もうね、こんなね、男のチャンネル登録しても意味ないですよ。いやらしいでしょ。いやらしいんですよ。そうそう、お金大事ですから。お金は大事。そう、僕もう YouTuber じゃないですからね。 YouTube の広告収入3万円ぐらいですからね。2万本アップして約。どうすか、コスパ悪いっすよね。まあ売り上げは一応作ってますけど、コンテンツはね。え、まあでもね、 YouTube の広告収入も、まあ、一応10年後を見通して、まあ、30万とかになってればいいかなとは思うんですけどね。まあ10年、あと10年あればそれぐらいいくんじゃないかなとは思うんですけどね。あと10年あれば10万本ぐらいアップすればなんとかなんじゃねえかなっていう。面白くないですか。10万本アップしたら、だって今3万円か。まあ広告のその単価の月変動にもよってね変わるんであれですけど、今月は多分単価少ないな。だ3月が一番高かったね、単価。まあこれね、やってる人だったら分かると思いますけど、多分ね3月と年末高いんですよ、単価。まあ企業のね、あの年末調整というか、いろいろね決算とかあるじゃないですか。あの広告は経費で落とせますからね。そう、経費計上できるんで。いやー、でもこれ一番最初100人いったのが2016年ですね。2016年の1月15日に100人突破みたいな動画撮ってますね。今見たら。今2021年でしょ？ 5 年前ですね。5年。5年前、5年かけてこの数ですね。もう亀ですね。亀だな。まあこのアカウントバンされないですね。僕一回赤バン食らってるんでね。そう、赤番食らう前のチャンネルに2000本か1000本以上アップしてたんですけど、まあ、赤番されまして、でこっちのチャンネルに、まあ、メインにしてやってるんですけど、もう5年っすね。早いな。あっちゅう間にね、年取りますよ。いやー、
だって僕今年の10月で39なんですよ。で来年40なんですよ。40きたね。いや20代の時ね、40歳になるなんて絶対思わないからね。ちょ30代頑張ります。ちょっともう30代は毎月売りますから。まあこの後もあの鹿児島合宿の映像を売るんで、だ今月あと2発ぐらいかまそうかなっていう。とにかくあのでもテレビショッピング、ショッピングジャパンだったかな、まあ毎日売ってるじゃないですか、ジャパネット高田とかも。まあそれに比べると優しいですよね。まあ何本か動画アップして2日間ですよみたいな感じでやるんで。いやでももう毎月売るのは30代で終わらしたいですね。30代で毎月売るのは頑張ります。やっぱね、コンテンツをこう作ってこう売る、コンテンツを作って売るっていうのをやっぱやってると、まあ磨かれるじゃないですか。まあ包丁も研がなくなると錆びますからね。車もね、ずっと放置してたらバッテリー上がっちゃいますからね。いい車でも。もう逆にいい車の方がバッテリー上がるみたいなね。使ってないと。使わないとやっぱダメなんで。まあ30代は磨きをちょっとかけます。まあ毎月売って。まあなかなかでもね、情報商材屋でこのやり方やってる人いなくないですか多分。ほんといないと思いますよ。ほんと異例ですよね。まあこんな動画もないでしょうね、情報商材屋さんが。まあ、こんなのもないでしょうね。ないでしょう。まあ情報商材屋がネギ買ってる人ってあんまなくないですか。そうっすか。ネギ好きなんですよ、僕。アイラブネギ。いやー、早いです。やりましょう。まあっちゅう間に年取りますよ、ほんとに。あ、そうそう。あと来週ね、アポイント取ったんですけど、マレーシアに住んでる塾生さんがいるんですね。今2本、音声対談アップしましたけど、来週も、マレーシアに住んでるね。まあ、売上100万突破したんで、そう。ちょっとインタビューします。初ですね。初対談です。初対談です。なんかね、2、3年前、新年会ドリアカでやったんですけど、その時大阪の新年会にマレーシアから来てくれて、そう、マレーシアに住んでんすよ、今。マレーシアのタワマン。そう。まあ、いろいろとね、多分面白い話聞けると思いますよ。まあ、マレーシア住んだことないでしょ？僕もないですけど。でもね、一回僕もね、海外移住考えたんですよね。やっぱね、5万とか6万払えば結構いいタワマンに住めるわけじゃないですか。でもやっぱね、日本が一番いいっすね。ジャパンクオリティが一番。一番だ。でもね、鹿児島いいっすよ。鹿児島がいいんじゃないですか。なんかやっぱ地方ですね。日本語通じるし、コスパ安いし。やっぱね、家賃安いね。東京を僕ずっと言いましたけど、いや、本当に安い。家賃。
駐車場も無料だしね、ネットも無料なんですよ、ここ。いや、ほんとありがたいですね。だって昔東京に行った時、僕駐車場代5、6万かかったんですけど、もう4万2千円じゃないですか。車、駐車場代より安いっていうね。まあずっとここが僕あのなんだ居座りますから、10年でも20年でも。アパートの限界ってあるんですかね、どうなんだ。まあとりあえずこう新築なんですよ、新築で入って僕しかこの部屋には住んでないんで、そう、まあ、出てけって言われない限り、まあ、家賃払ってれば出てけって言われないですよね多分。どうなんだろう、大丈夫ですよね。ずっとちょっと居座ります。そう、やっぱあとね空気がいいですね、東京に比べると全然違います。鹿児島はやっぱあとね雲、やっぱ山がいっぱいあるんで。最初の沖縄もね考えたんですけど、沖縄ね車がね、車なんですよ車で。まあ今コロナなんであれですけど、まあ、沖縄本土しか回れないじゃないですか車。僕ねあのレンタカーで沖縄全一周2回ぐらいしましたからね。結構ねまあまあ小さいですよ。いや北海道と沖縄を比べちゃうと沖縄小さいですからね。いやマジで一周できます普通に。北海道はめちゃでかい。北海道の一周はまあまあすごいですよ。ちょっと北海道舐めてましたからね、車で2、3年前行きましたけど。いやね、ちょっとね、だからその僕、北見、僕ね、北海道生まれなんですよ。で、北見市っていうところで生まれたんですけど、札幌から北見まで、車で3、4時間かかるんですよ。この、だから、あの、女満別空港というか、女満、あの、まあ、こっち側、右側ですね。いや北海道でっかい道ですよ、結構でかしたよ、鍋んてました。いや沖縄小さい、マジでいける。うん、沖縄はね行けますね、すぐ。まあ鹿児島はね山もあるし海もあるし川もあるし、沖縄はやっぱ馬、海がメインじゃないですか、どちらかというと。まあ沖縄も沖縄でいいんですけどね。ただやっぱ車でやっぱ全国回れないので、まあフェリー乗っけていかないといけないじゃないですか、沖縄って。だから最初考えたのが大阪と福岡と、大阪、福岡、沖縄なんですよね。まあ鹿児島も入ってましたけど、まあ大阪はまあ、なんかその、ね、東京から大阪、まあまあまあありえるじゃないですか。で大阪ってまあ安いんですよ、東京に比べると。まあ東京が一番高いんであれですけど、で大阪が真ん中じゃないですか。うん、なんででもな、大阪ゴミゴミしてんなみたいな。で福岡もね結構いいんですよ、安いし。で沖縄はあでも車かみたいな、車がみたいな。まあ物件ですね。物件が新築だけで探してたんで僕。そう、物件。だからここの物件に関しては、ちょっと運命を感じてるんですね。まあなんでかというと、誕生日が一緒なんですよ。あんまなくないですか？だって365分の1でしょ？その賃貸契約書で、10月1日からみたいな。だ新築で10月1日から、まあ、オープンみたいな感じの、あれなんですけど、もう生まれ10月1日なんで、すごないですか？あんまないですよね。そう、まあ、ここはもう、ずっと10年、20年、契約し続けます。15分か、あと半分ですね。ちょっと長い、これ30分前ですからね。
カキピー。カキピー行きましょう。カキピー行きましょう。もうカキピーはね、減塩なんですよ。この減塩がいいっす。減塩が。いやー、3000何歩だったっけ ?900 か。チャンネル登録してくださいね。チャンネル登録じゃ、すいません。解除してくださいね。解除してください。この動画アップした瞬間に3700人ぐらいになってることをちょっと期待しておきます。僕はチャンネル登録求めてないんで。なかなかなくないですか、 YouTube やっててチャンネル登録求めてないっていう。めっちゃ撮りますけどね、動画はシリーズで撮ってるんで。なんか僕ね、ほんとね、柴田さんがチャンネル登録100万人いった時の動画がね、すごく好きなんですけど、なんか俺は別に感謝というかね、なんかあんましてないみたいな。だからみんな、皆さんのおかげですっていうのが、まあ、鉄板じゃないですか。ね、視聴者の皆さんのおかげでと。まあ、青汁王子はもう、間違いなくそうですね。皆さんのおかげでは、僕は、みたいな。僕はね、柴田さんが、チャンネル登録100万人いたときに、あんま感謝してないみたいな。俺は、ただ動画を撮るだけだ。みたいなようなこと言ってたんですよ。まぁ、あ、ちょっと、セリフはね、一語一句覚えてないですけど。でもそうだなと思うんですよね。やるべきことは、自分が、やるだけですね。おかげと、視聴者様のおかげとかじゃなくて、自分が、まあ価値を提供できるかというか、なんやろな。まあコンテンツを作れるかどうかだけですね。で、やるべきことはやるっていう。でこういうね、クソ動画みたいなのをアップして、もし商品が売れなくなるんだったら、それは、僕の価値がゼロってことですよね。だから、自分の価値を上げるためにまだ頑張ればいいし。まあ、僕がやるべきことは欲しくさせるってことですよね。それだけです。まあコンテンツ売ってるんで。欲しくさせることができないということは自分に価値がないと。頑張りますわ。じゃあ、川越山菓子くん、売りますから。ちょっとね、PV をね、作ります。PV を。最近ね、セミナーやってないんで、昔はセミナーやってた時は PV 映像いっぱい作ってたんですけど、最近コロナじゃないですか。ね、PV、セミナーやってないんで PV 作ってなかったんですけど、頑張ります。まだ10分もあるな。酔っ払ってきましたね。酔っ払ってきました。
なんでチャンネル減らなかったんだろうな。だいたい一気に動画をバーンってアップすると、公開すると、チャンネル登録一気に減るんですけど、前500本一気に公開したときは、2、30人減ったんですけどね。やっぱ1000本くらい行った方がいいかな。貯めます？ 1000 本。1000本行けば減るだろうな。さすがに。ちょ、今度1000本貯めていいですか？この前500本だったんで。今最高が500、530本くらいですね。どうしようかな。でもファンの人が寂しいですっていうご意見もあるんですけど、すいません、これで勘弁してください。僕売り上げ作んないとダメですからね。まあ、売り上げ作んないといけないけど、こういう動画、まあ、これはまあこれ一本だけですから、また次からまた再生リスト作ってみますから。あとね、動画が2万本アップロード、今何本だ、2万本アップしたら重大発表あるんで、今18800本か、18800本、856、まあね、億万長者シリーズがやばいっすね。億万長者シリーズ半端ないっすね、あれね。久保哲郎やばしですね。でも多分ね、久保哲郎とのやり合いは僕しかできないと思いますけどね。本当に。だってもうあれだけで3000本以上ですからね。やり合い。だってもう商品売ってんすよ、もう。おかしいでしょ。おかしくないですか？商品売り終わってんのにもう、まあ大体5、6本でしょ、プロモーション動画。あと7分か。僕キヤノンの昨日か一昨日からちょっとひらめいて、キヤノンの 90D を買おうかなと思い始めまして、ちょブックマークしたんですけど、 EOS 90D です。APS-C、 まあね、ちょっと今検討しております。なんかね、フルサイズをね、まあでもな、フルサイズ、フルサイズ、また出るんでしょうけど、なんかその、まあキヤノンも今ね、そのレンズ結構出してるんですけど、 R シリーズで。ただしやっぱりその EF マウントの方がやっぱもいっぱい出てるんですよ、ものが、中古も全部含めて。だから 90D を買って、まあ3年ぐらいこれでやってね、フルサイズの移行してもいいかなっていう。
でフルサイズじゃなくてもいいんじゃないみたいな。まあそもそもね、こんなぼやき動画は別に、いやでもね、ぼやき動画でフルサイズのなんかやばないですか、ノー編集のぼやきで一眼のフルサイズの L レンズみたいな絶対ないですよね。ノー編集で 4K のフルサイズでぼやきでノー編集で L レンズ絶対いねえよね絶対なくないですか。そこまで画質こだわってぼやきですかみたいな、ノー編集ですかみたいな話じゃないですか。まあそれはそれで面白いかなと思うんですよね。めちゃめちゃ綺麗なんだけどただぼやいてるみたいな、おっさんがカキビー食って、まあおっさんでしょ、まあ来年40ですよ、40。まあ結構ね、僕の見ていただいてる人の中で、まあ50超えてる人とかは、いやまだ若いじゃないですかみたいなありますけど、いやでも普通に考えて40おさんでしょ、どう考えても、どう考えても40はおじさんでしょ、若くないさ、もう。でも40になってね、こんなね仕事してると思わなかったですね、動画撮ってね。何やってんすかね、何やってんだ。3秒ルールですよ。今日寝よ。最近ね、僕ね朝早く起きてんすよ。最近ちょっと流儀をサボってます。流儀ね、もうやりたくないっすよ流儀もうね、ちょっと苦痛でしかないですよね。与沢さんやんなくなっちゃったし。流儀今何歩だ ?431 か。戦場まで長いな。もうちょっと流儀やりたくないですよね。まあ、戦場までやります、戦場。だってないっすよ、僕の流儀一言で言ったらやれですから、もう終了じゃないですか、そんなの。吉谷の流儀やれで終わりですよ、もうそんな戦場もない。やれやれ、僕もやってますからね。なんと30秒終わります。まあこの動画をアップロードしてチャンネル登録者数が100人ぐらい減ることを願います。はい、チャンネル登録解除してください、はい、解除すればこの動画撮らなくて済むので100人ごとやってる一応儀式なんで、減れば撮る人